花の蜜を吸うハエ。このように、複眼、羽根、足を除き体全体が緑色系の金属光沢を、呈する金映え型の色彩のハエは、黒映えか、家映えか、宿り映えかなどに広く知られる。厳密な童貞には、染み薬症、胸部の合毛配列、小立て板の仮面の形状、交尾器の形態など微細な形質の確認を要する。ハエ目は、昆虫類の分類群の一つで、 か、ガガンボ、ハエ、アブ、ブユなどを含むグループである。総うめとも呼ばれる。極地を除く、ほぼ全世界に分布する。種類数は、約9万種。日本だけでも数千種が分布する。昆虫類の中では、甲虫類、蝶目、八目に次いで種類数が多い。昆虫の成虫は、胸部の第二節と第三節に一体ずつ。 計4枚の羽を持つのが基本形だが、この目では、第3節の羽が退化していて、見た目には、羽が2枚しかないのが特徴である。和名、総指名もここに由来し、学名のディプテラも、D が2つのパトラが、羽を意味する。孔子は、平均根と呼ばれる、マッチ棒のような構造に変化しており、飛翔時にバランスを取る役目をする。中には、哺乳類に寄生する。 クモバエルイなど、全種すら対化した種類もいる。生息環境は、熱帯雨林、砂漠、ツンドラ、さらには海、温泉、洞窟、大型動物に寄生するものなど、非常に多様性に富む。陸上ではむしろ早め昆虫がいないところを探す方が、難しい。植物の中には花に、方向ではなく、不臭を漂わせ、 集まる生えるい花粉電波に利用する植物も知られる。生活史は、卵幼虫さなぎ成虫という完全変態を行う。幼虫は付属子がほとんど、あるいは全く退化しており、体は、のっぺりした、細長い、あるいは平たい形をしている。外見的には、糸角モクの場合には、玉映え化などわずかな例外を除くと明確な頭蓋を、持ち、頭部が区別できるが、 単核モクのものでは、頭蓋が退化し、外見上頭部の判別が困難である。幼虫は、地中生活や水中生活をするものが多く、土壌動物や水生昆虫として、食物連鎖の中でも重要な位置を占める。生物の死骸や糞、あるいはそれらが分解したデトリタスを食べるものが多いが、植物の根を食べるものや他の小動物を捕食するものもいる。 他の動物の体内に入り込み体組織を食べて成長する寄生梅類も多く知られているし植物の上を張ってアブラムシを捕食するヒラタアブ類の幼虫などもいる。カヤアブ、ブユなど吸血性のものが多くこれらは馴染み深い吸血動物である。血を吸うことによってかゆみや痛みを発生させるだけでなくマラリアを媒介するハマダラカ日本農園を媒介する小型アカエカ 眠り病を媒介する、ェチェバエなど、古来から恐ろしい伝染病を媒介し、人類の脅威となってきた者も,もいる。屋内では、便所や台所、屋外では、田タ畑タなどにも多くの種類が生息しており、ほとんどが害獣として位置づけられる。お物や腐敗物に発生するウジや、それに関わるハエコーカーブなどは、衛生害虫とされる。ウリミバエのようなミバエ類などは重要な、 農業害虫である。人間に比較的害の少ないガガンボ類や花アブなども見た目が不快だとして嫌われることがある。ハエや花アブヒラタアブ類は花を訪れて植物の受粉に役立っており、虫引きブ類は害虫を含む様々な昆虫を捕食する。ユスリカ類の幼虫や症状バエなどはペットの餌として重要である。黄色症状バエは 様々な突然変異が知られ、試験管内でも飼育できることから、モデル生物として、各種遺伝子の研究に用いられている。ハエの頭部触角が長く、特にオスは、羽毛状やシ状の触角を持つ。触角が短い。いわゆるアブとハエがここに分類される。ありがとうございます。